1億2500万人の、トラックレースファンの皆様、こんにちは。ザワチャンネルです。さあ、大好評いただいておりますザワチャンネルトラックレース実況動画、今日ね、皆様にお届けする、トラックレースは、第7回日体大チャレンジゲームズ男子1万メートル、こちらのね、レース模様を楽しく、そしてアグレッシブにお届け、したいなと思っております。さあ、なんといってもね、こちらの組大注目選手は、実業団朝日化成、1年目のルーキー長嶋そなた選手が満を持して日体大チャレンジゲームズ県知大に見参と、いうことでね、本当にこの世代ですよね。先週はアンダー20の、日本新記録が、八王子ロングディスタンスで生まれ、そして、高校時代はね、ライバルとして、兵庫県の陸上界を盛り上げました豆田選手のね、記録というのも当然この長嶋選手の頭の中にはね、入っていると思います。さあ、果たしてこの県知大で、長嶋そなた選手が1万メートルですよね、このそうそうたる歴代記録にどこまで食い込んでいけるのか、大注目で、行ってみたいなというふうに、思います。さあ、長嶋選手の他にもね、豪華メンバーが揃ったこちらの日体大チャレンジゲームスタート時間が間もなくです。それでは早速行ってみましょう。さあ、スタートいたしました第7回日体大チャレンジゲームズ、男子1万メートルと、いうことなんですけれども、そうですね、今回は、日体大、長距離記録会ペーシングライトがね、導入されたということで、さあ、まあ、気温の方もね、かなりぐっと日が沈んで下がりまして、日中は結構ね暑かったんですけれども、ぐっと下がりましてね、記録が、いつ出てもおかしくないというね、絶好のコンディションで行われております。さあ、ペーシングライト、そしてね、このケニア人ですよね、留学生を含めるこのケニア人たちを、まあ、利用してといったらちょっとね、言葉悪いかもしれませんけれども、自身の、好記録、そして、自己ベストですよね、こちらにつなげていっていただきたいなというふうに、思います。さあ、先頭に出てまいりましたのはやはり、注目選手長嶋そなた選手。やっぱりね、アンダー20のね、記録も、本当に視野に、入っていると思うんですよね。まあ、このあたり、最初の1周目から積極的に、前に出てですね、タイムを狙っていこうという姿勢が見て取ります。さあ、長嶋選手を先頭にまずは最初の 400m 67秒と。さあ、そうですね、大体、この67秒というのが、27分台のね、ペース設定ですよね、目安という風になってくると思いますので、まあ、このあたりをいかにね、続けていっていけるかというところにもね、本当に、注目が集まるんですけれども、まあ、長嶋選手はね、まあ、高校時代、まあ、1万メートルのトラックはないのかな、このロードの方ですよね、やはり10キロ区間都大路でもね、区間賞を取っておりますし、高校駅伝の兵庫県大会であったり、近畿大会であったり、まあ、そういった大会でもね、28分台というのは出していると思いますので、まあ、そこからですよね。さあ、果たして、まあ、やはり28分台からまた27分台というのはまだ壁がありますので、まあ、このあたりをどうこの実業団生活で乗り越えてきたのか、このあたりがね、本当にこのレースで長嶋選手の進化というのがね、本当に問われるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、さあ、先頭を引っ張るのは、コニカミナルタ、ジェームス・ムオキ選手、そして2番手に、こちらが、オービリン大学ですね、ネルソン・マンデラ選手と、さあ、タイムを持っているケニア人選手がしっかりと、こちらね、集団を引っ張っていきます。さあ、800m ですね、もう通過しておりますけれども、2分14秒、67秒と、さあ、ペースは変わりません。まあ、大体今、緑色のね、ライトが照っているんですけれども、その後ろの赤いライトですよね、このペーシングライト、赤いライトの方が、まあ、27分50秒設定と、いうことですので、まあ、この赤いライトより前に行けば、27分台も間違いないと、いうことですのでね、その時も目安に行っていただきたいなと思います。さあ、1000メートルは通過いたしました。2分46秒と、
いうことで、単純計算でだいたい 1000m が2分48秒ですよね。2分48秒のタイムが、27分台の、タイムになってくるということを考えると、マイナス2秒、マージンを持ってね、1000m に入っているということですので、さあ 1000m、かなりいいペースで、入れてたんじゃないかなと、早すぎもせず遅すぎもせずという、ペースでね入ってこれたんじゃないかなというふうに、思います。さあ 1200m は3分20秒66秒と、この辺はね、誤差の範囲だとは思うんですけれどもね、しっかりと、ペーシングライトに、乗っ取ってね、ジェームス・ムーク選手が、こちらペースを刻んでいると。ムオキ、マンデラ、そして川瀬、そしてその後ろ4番手には中央学院大学吉田選手と、さあ果たして、そうですよね、今年のユニバーシティゲームズ、ハーフマラソンの、ね、日本代表選手でもあるんですけれども、この中島選手のね、高校時代、陸上界兵庫県盛り上げました前田和馬選手に、先着をね、箱根駅伝の予選会で許すというね結果にも終わっておりますので、その悔しさというのもね、当然、吉田選手持っていると思います。特に吉田選手の場合はね、27分台ランナーでもねありますので、さあこの辺りで、この世代のね、選手たちに好きなようにはさせないぞというね、気持ちというのも十分、あるとは思うんですけれども、さあこちら吉田選手の走りにも注目していきましょう。さあこの、1600m 通過しております。4分27秒67秒と、さあ先頭変わりました。ムーキに変わりましてネルソン・マンデラ選手が引っ張ります。まだペースはね、やや早のペースで進んでいると思いますので、この辺り、序盤はね本当にいい感じで、リズムを作っているんじゃないかなっていう感じはするんですけれども、若干そうですよね、やっぱこの速さになってくると0コンマのペースアップでもね、後半響いてきたり、することもあるのでね、このあたりですよね、あまりこの集団のね、上げ下げですよね、トータルでは多分イーブンペースで回ってるのかなっていうところはあると思うんですけれども、細かく距離をね、見てみると、上がったり下がったりっていうのは当然あると思いますので、そのたりはちょっと、後ろでね引いてね、ライトペーシングライトを目安にね、ペースを刻んでいってほ、しいなというふうにも思うんですけれども、さあこちらで 2000m です。5分32秒65秒と、そうですね、ちょっとやっぱり上げ下げがあるのかなという、感じがしてまいりました。さあこの66秒65秒といったペースについてこれない選手、そしてついていける選手ですでに分かれてきたでしょうか。さあレースは第一集団そして第二集団に分かれつつあります。先頭を引っ張るのはネルソン・マンデラ選手、さあ2番手には川瀬翔也選手、ホンダ、さあ川瀬選手もねなかなか今シーズン、調子が上がらず苦しんだということで、日本選手権のね、参加標準記録、持ってたんですけどもね、今回は、日本選手権は回避して、こちらの、日体大チャレンジゲームスで、タイムをね目指していくと、いうふうに、おっしゃってましたので、去年ね、この12月の、日体大記録会で川瀬選手、27分台自身初のね27分台を出しているということで、縁起のいいと言いますか、ここから俺の27分台が始まったんだというふうな、気持ちでね今挑んでいるんじゃないかなというふうにも思います。さあこちらで 2400m 6分39秒67秒と、ちょっと多分細かなね、上げ下げが、あるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、赤いラインよりはね、ペーシングライトよりは前の方で、しっかりとねレースを進めているので、この辺り長島選手がちょっと、後ろにね下がっているというのは、その辺りちょっと上げ下げを嫌っているのかなと、後ろからね、この集団のペースを把握して俯瞰してねレースを進めているんじゃないかなと、要は序盤からちょっと冷静にね、レースを進めているんじゃないかなというふうにも思いますけれども、さあマンデラ、そしてムオキ、そしてサンベルクスは、サムソン・ディラング選手ですね。さあ川瀬、吉田、そして最後尾に長島と、さあ第一集団はこの6人に絞られたでしょうか。そして第二集団はラファエル・ロンギサ選手、拓殖大学が引っ張ります。さあヤクルト小倉選手がちょっと遅れてきたでしょうか。第2集団からもねちょっと、小倉選手遅れてきておりますけれども、さあこちらで 2800m 7分47秒68秒、さあちょっとペースが
そうですね、ペーシングライトはあるんですけれども、じりじりと下がったり、上がったりということで、さあ第2集団ラファエル・ロングス選手が、中島選手に追いついてきました。また一つのね、縦長の集団ではありますけれども大きな集団になったんじゃないかなというふうに、思います。さあサムソン・ディラング選手を先頭に間もなく 3000m の通過です。さあ 3000m の通過見てみましょう。8分19秒、2分47秒ということで、まあ、若干ですね、まあ、気持ち落ちたかなというところはあるんですけれども、さあこのあたりちょっと、安定してきてないですよね。さあこの、序盤のね、やはりちょっとペーシングライトがあるとはいえ、いやあるんですよね、こういったね、上げ下げっていうのはね、まあ、そこをうまく処理して、そして後半まで、力を貯めておくというところのね、本当に力を持ってないとっていうところはやっぱりあると思うので、27分台の、ね、タイムとなってくると、さあそのあたり、長嶋選手がどうね、対応してくるのか、注目したいところですけれども、さあ 3200m は通過しております。8分52秒65秒、やはりちょっとまた上がったりしてますよね。さあディラング選手が先頭を引っ張っておりますけれども、なかなかタイムが安定しません。ちょっと、まあ、序盤戦はね、本当に0コンマ数秒でもね影響してくるんでね、それがやっぱり1秒2秒とかなるとかなりね大変なんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、さあ先頭交代、ネルソン・マンデラ選手、ネルソン、そしてディラング、川瀬翔也、そして吉田玲史、そしてその後ろに長嶋そなたと、さあまたどうでしょうか、ジェームス・ムオキ選手がいなくなってしまったんでしょうか。ちょっと落ちましたね、ムオキ選手が、第1集団からこぼれてきた形と、さあそして、ロジスティードシガマ選手でしょうか、黄色ユニフォームなんでね、ちょっとあの判断しにくいんですけれども、鈴木の海選手でしょうかね、どうでしょうか、上がってきたでしょうか。さあこちらで、3600m 10分ジャスト、さあ68秒、またペースがちょっと落ちました。さあどうでしょうか、このあたりちょっとね、マンデラ選手が、ディラング選手にね、何かちょっと言ってるような感じもするんですけれども、なかなか今引いてくれ引いてくれというようなね会話じゃないかなっていうふうには思うんですけれども、ちょっとやっぱ集団詰まりましたね。ちょっとペースが落ちたんでしょうか、マンデラ選手が引ききれなくなったのか、ちょっとペースが落ちたのか、まあ、この辺りはちょっと分かりませんけれども、さあ赤いラインがちょっと、長嶋選手のね、迫ってきましたので、まあ、ここはしっかりとね、死守していきたいなというところですよね。あのグリーンのペーシングライトはね、おそらくもう27分もう30秒台が狙える、ね、タイムとなってくると思いますので、まあ、このレッドペーシングはね、死守して、レースを進めたいなというところではないでしょうか。さあこちらで 4000m でしょうか、 4000m 通過いたしました。11分8秒68秒と、さあちょっとペースが落ちました。まあ基本のペースはね67秒だと思うんで、ちょっと68秒台かかってしまうとね、結構きつくなってくるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、さあ再び、集団がね、一つの大きな、まあ、縦長ではありますけれども、集団となってまいりました。ちょっと68秒に、ここでね、ちょっと落ちているので、まあ、ここのあたりでちょっとまた、詰まってきたのかなっていう感じはするんですけれども、さあマンデラ、ディラング、川瀬、吉田、長嶋、その後ろに鈴木の海選手でしょうか、そして黄色いユニフォームのロジスティード志賀間選手と、いやー、まあ、塩間選手もねこのペースでいけば27分台、十分ね、届くペースとなってきているので、まあ、そして花王ですよね、松岡選手、日大 OB、 松岡選手もおそらく28分台タイムはね、だったと思いますので、さあ大幅自己ベスト更新となるのかというところでもありますけれども、さあ 4400m 11分8秒68秒と、さあペースが上がってこない。さあちょっとね、今まで赤い、そうですよね、ペーシングライト、あの長嶋選手の後ろにあったんですけれども、すでにちょっと前の方に行ってしまっているので、ちょっと先頭かなり、ペースがね、落ちてきたんじゃないかなというふうにも思います。さあサムスン・ディラングが引っ張る、さあどうでしょうか、ちょっとやっぱりね横にあるよりはね、はい、後ろの方がいいかなっていう感じはするんですけれども、まあ、長嶋選手にとってはあの
ちょうど斜め前方にこの赤いライトがあるということなので、まあ、これに合わせていけばいいと、いうことを考えると、まあ、ちょうど長嶋選手にとってはいい位置に、この赤いラインがね、来たのかなっていう感じもするんですが、さあ果たして、長嶋選手の心中はいかにというところですけれども、さあそうなんですね、このレース、MGC に参加したね、井上選手そして川井選手もね、出場してるんですよね。まあ、今回日体大記録会ね、三菱重工の選手、数多く参加されていたので、まあ、その、井上選手のね出場も、まあ、それに含まれるんじゃないかなっていう感じはするんですけれども、さあこちらで 4800m 13分21秒67秒と、さあどうでしょうか、ペースが上がってきたでしょうか。さあまもなくね中間地点ですからね、 5000m、まあ、13分台の通過はねもうほぼ間違いないので、まあ、27分台ペースではいっていると思うんですけれども、さあ気になる 5000m の通過見てみたいなと思います。さあサムソン・デ・ジャング選手を先頭に 5000m 通過いたしました。13分55秒、2分47秒でこの 1000m を刻みました。さあ、まあ、単純計算で、いけばね、27分50秒というね、フィニッシュタイム、こちらがね、予想されるということですので、さあ後半、まあ、ちょっとマージンができましたよね、これでね、マージンできたので、このマージンを死守するのか、そしてさらにまた上げていくのか、後半戦楽しみにしたいところです。さあディラング選手を先頭に、5200m ですね、こちらを通過いたしました。 5200m の通過は14分28秒、この1周67秒と、いうことで、さあちょっとね、68秒までね一時越していたんですけれども、しっかりとタイムを戻してきたのかなというところだとは思うんですけどもね。さあもっと前へもっと前へとね、いうふうにディラング選手がね、マンデラ選手後方の選手たちにね呼びかけていますけれども、さあ鈴木海選手、ロジスティード、シグマ選手もしっかりと食らいついていく。さあ27分台に向かってみんなでね、行っていただきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、この前半をね13分55で行けたっていうのはね、選手たちにとっても励みになると思いますよね。さあここからの 5000m の自分のあとはもう、スタミナといいますかね、燃料ですよね、それがどこまで残っているのかというところではありますけれども、さあ先頭集団最後尾はトーエネック、松浦シルゼンの申し子といっても過言ではないでしょう、河合大二選手、麗澤大学 OB、 河合選手もね、あの数年前の日本選手権で、27分30秒台、叩き出してますんで、さあ河合選手も、MGC の後のね、この1万メートルという風になるとは思うんですけれども、さあどこまでタイムをというか、この大集団に今食らいついてるだけでもねすごいと思うんですけれども、しっかりとね、河合選手、注目していきたいなという風に、思います。さあディラング、マンデラ、吉田、長嶋、そしてロジスティード、そうですね、甲斐選手に代わりましてシガマ選手が現在5番手と、いう順番でしょうか。花王の松岡選手も上がってきた。そうですね、松岡選手1万メートルの持ちタイムは、2年前ですよね、大学3年生の時の、タイムだったと思うので、ちょっとね、昨シーズンはタイム出すことができなかったんですけど、まあ、今季は 5000m で、自己ベストを更新しているということなので、さあこの 5000m の自己ベスト更新をどうこの 1万メートルにね、つなげていけるのか。さあ川瀬選手がちょっと先頭集団からこぼれてきたでしょうか。さあここはしっかりと、まあ、一番ね苦しくなってくるところだと思いますけれどもね、食らいついていっていただきたいというふうに思いますけれども、さあ 6000m 16分41秒、さあこの 400m ですね、67秒、この 1000m は2分46秒と、さあちょっとねやはりちょっとペース上げてきたかなというところで、このペースアップに、耐えきれなくなった川瀬選手がちょっと、落ちてきたかなという状況でしょうか。さあここからはサバイバルレース、ね、この集団からこぼれていったものがね、やはり27分台の夢を絶たれていくという、感じになってくるかもしれませんのでね。さあまさに生命線のこの赤いレッドラインというところでしょうか。さあ先頭はディラング選手、そしてネルソン・マンデラが2番手、3番手は吉田玲選手。さあ学生トップ、ね、もうトップレベルですよね、まあ、今27分台ちょっと乱発してますけれども、吉田選手はね去年、もう27分台出してますから、さあここはねしっかりと組トップを狙っていきたいところです。
さあディラング選手そしてバンデラ選手を先頭に6400m ですね通過いたしました。17分48秒と、さあこの一周は67秒と、さあ67秒ペースで安定してきたでしょうか。さあちょっとまた川井選手がついていけない。さあ67秒ペースでペースはね安定してきたんですけれども、この5000を超えてからの67秒というのはね、やはりちょっと川井選手もね MGC の疲れがあるのか、そのあたりがねどう響いてるのかわからないですけれどもね。さあ後半戦の67秒ペース、さあまたね何人か選手が脱落していくかもしれませんけれどもね。しかしその中で長嶋選手しっかりとね吉田選手の後ろでね、ぴったりとレースを進めております。さあどうでしょうかね、かなり第一集団からまだ見えませんからね。さあここに川井選手と鈴木海選手、そしてその後ろに、川瀬翔也選手でしょうか。さあかなり離れました、かなり離れてきましたけれども、さあこちらで 6800m 18分55秒、67秒とペースは変わりません。ペースは変わってないんですけれども、この67秒がいや本当にね、数多くの選手のスタミナをね、削り取っていっているんでしょうか。しかし、まあ、このあたり吉田選手はね冷静ですよね、しっかりとディラング選手、まあ、ある意味この5000を超えてから67秒ペースがはまってきたという形なんでね、まあ、それだとこの気になるのがね、前半戦のやはり、ペースの上げ下げですよね。一周ではそんなにね、タイム差ないんですけれども、小刻みに多分 100m 単位であったり 50m 単位ではね、上げ下げがあったと思いますので、まあ、このあたりをうまく、体力のねロスなく、まあ、コスパよく走れてるかどうかっていうのがねやはり後半戦、気にはなってくると思うんですけれども、さあマンデラ選手も交代いたしまして、レースを引っ張るのは、サムスン・ディラングただ一人と、いうことになったでしょうか。さあこちらで、7200m ですね、20分2秒、この1周は67秒、ペース変わらずと、さあすでに 7000m が通過しておりますけれども、19分29秒、2分48秒、まあ、ほぼその27分ペースですよね、これに戻ったかなというところではあるんですけれども、さあ素晴らしいペースで長嶋選手もねリズムを、かなりリズムが出てきてますよね、このペースにはまったかなというところではないでしょうか。まあ、長嶋選手の、ね、持ちタイムも28分30、秒台ですよね、そのあたりだったと思いますので、まあ、それを考えると40秒以上もね、速いペースで今ペースがレースが進んでいるという状況でもありますから、まあ、その表情を見てみるとまだまだしっかりとね、余裕があるんじゃないかなというふうにも思えますので、さあ長嶋選手27分台、そうですね、大先輩、まあ、佐藤圭太選手のね、27分30秒切りはちょっと今のペースではね厳しいかもしれないんですけれども、旭化成の大先輩、大野隆二さんのねアンダー20の記録ですよね、佐藤圭太選手が、先週破るまでね長らく君臨していたアンダー20の記録なんですけれども、まあ、こちらを、後輩がね破るかもしれない、今のまあレースペースからいくと間違いなく破るんじゃないかということにもなりますので、さあしっかりと27分台目指して頑張っていただきたいなというふうに、思います。さあディラング、吉田、長嶋、そして志賀選手、そしてその後ろに松岡選手と、さあしっかりと、まあ、大学時代はねやはり志賀選手も順大のエース、そして松岡選手もね日大のエースとしてね、学生陸上界を盛り上げた選手でもありますので、さあしっかりと27分台を叩き出すことができるのか、さあ注目が集まります。そして吉田選手は、日本人トップ、そして27分台さらなる自己ベストの更新ですよね。さあこちらをしっかりと叩き出していきたいと思います。さあこちらで、8000m 22分15秒、67秒、さあ 8000m こちらで、2分46ですから、またペース上がりましたよね。さあ完全に、ペースは上がっておりますけれども、それを対処している長嶋そなた、いやーいいですね、しっかりと、まだ肩にもね力みがないので、そんなに頑張らなくてもついていけてるっていう、
感じなんじゃないかなっていう感じはするんですけどもね。さあここで、さあ8200m、ここでなんと吉田選手がサムソン選手を、かわしまして先頭に躍り出ました。さあその動きにしっかりと対応するのは長島そなた、そしてシガマ。さあロジスティのシガマ選手も、前にね出てまいりましたけれども、さあ顔松岡選手はどう対応してくるのか、さあこの辺り注目が集まります。先頭を引っ張るのはサムソンディランから吉田選手に変わりました。さあこちらで 8400m 23分23秒68秒と、さあややちょっとペースは落ちたでしょうか。そうですね、あの赤い、ライトよりもちょっと後ろに行ってしまったんでね。さああのデッドラインとも言われているあの赤いラインはね死守していきたいなというふうに思いますので、まあ、そこでちょっとディラング選手が上がりきれてないというところでちょっと吉田選手がね、前に出たのかなというふうにも思うんですよね。まあ、このままではちょっと、自己ベスト更新にならないぞというところで前に出たのかなという感じはあるんですけれども、さあどこまでここからタイムを削っていけるか吉田玲志中央学院。さあ楽しみな後半戦、もうね、終盤に突入してますからね。さあここからの、そうですね、どこまで選手たちはキックが残っているのかというところではあるんですけれども、さあ周回遅れで亜細亜大学片川選手がかわされようとしております。いや片川選手もね、いや28分、そうですよね、27分台を目指してのこのレース、志願だと思いますんでね。さあこちらで 8800m 24分31秒さあこの1周68秒と、さあペースが上がってきません。赤いラインが、さあ赤いペーシングライトがちょっと前に遠ざかっていくような形もありますけれども、ラスト1周はまだ上がってくるんじゃないかなというふうには思うんですけどもね。さあちょっとどうでしょうか、吉田選手68で落ち着いてしまうのか、さらなるペースアップはあるのかというところではありますけれども、さあこちらで、9000m ですね、通過いたしました。25分06秒さあこの 1000m ガタッとしましたね、2分51秒と、さあやはりペースは落ちていました。吉田選手はね飛び出したんじゃない、もう行かなきゃいけなかったんですね。さあちょっと、8000m 9000m はね、まあ、ここはちょっとペース落ちましたけれども、あの逆を考えればねいいインターバルになったんじゃないかなと、ラスト1000に向けての2分51秒台ということで、ね、受け止めて、さあラストの 1000m 期待していきましょう。さあラスト2周です。さあラスト2周、25分37秒66秒、さあペースは上がっています。さあ赤のライト、こちらをね捕まえることができるのかというところではありますけれども、さあ吉田、長島、そして、サムスン、シガマ、おっと、さあここでバックストレートで出たのは長島そなた。さあ満を持して出てまいりました、淡々とねペースをね刻んできた長島選手がここ終盤に来て出てまいりました。さあさあ後ろついてこないですね、やっぱりね。さあかなり吉田選手もいっぱいいっぱいだったのかなっていう感じはするんですけれども、さあ長島選手満を持してのラストスパート開始。さあ赤いラインがみるみる近づいてくる。さあその後ろはディラング、吉田、シガマ、そしてちょっと隙間が空きまして、花王の松岡という、ね、順番ですけれども、さあ長島選手ファイナルラップ突入です。さあちょっと通過タイムを見て笑みがこぼれておりますけれども、さあ自身の27分台はもう間違いないと確信しているのか、さああとはこの27分台をどこまで削っていくのかというところですよね。さあ止まりません長島そなた。いや、やっぱラストのキックもありますからね長島選手ね。さあどうだ、懸命に腕を振り足を伸ばします、大きなストライド。さあこちらでラスト 200m、 もう27分台は間違いない。さあ27分台は間違いない、偉大なる大先輩大野隆二さん超えはもう間違いない、そんな激走を見せている長島そなた旭化成。さあ帰ってきたホームストレート、長島そなたがラストホームストレートの直線。さあ表情からはね笑みがこぼれておりますけれども、さあ長島そなた27分速報で44秒、
アンダー20歴代2位の記録を打ち立てました。さあそして日本人選手吉田選手、そして志賀選手、そして松岡選手もね27分台ですね。さあ雄たけび出ました、長嶋そなた。さあこの結果見たかと、これが長嶋だと、言わんばかりのね、冷静な、本当にでも序盤戦からまあ冷静に対応してましたよね。まあ、このあたり本当に、秋シーズンのね、練習がねうまくいっていたんじゃないかなと。結構ねやっぱ周りの、そうですよね、記録なしとかでね、心を乱される時期っていうのはあったというふうに思うんですけれども、まあそういったねあたりをねしっかりとねこの秋シーズン、駅伝シーズンですかね、切り替えて、見事、27分44秒、大記録を、打ち立てることができました。長嶋選手、おめでとうございます。はい、ということで、こちら第7回日体大チャレンジゲームス、男子1万メートル、それでは皆さん、次のレースでお会いしましょう。ありがとうございました。